おはよう、始まりました。もう一つチャンネルです。今回はですね、やっぱり一番ですね、対談してほしいという、このリクエストが多かったですね、関正夫先生と、ですね、話してきたので、そのことについてちょっと話したいかなと思います。やっぱり、大人の事情でですね、動画出演はやっぱりできない NG ということでですね、なので、まあ代わりに、ですね、いろいろと聞いてきましたですね。で、そこで、まあそうですね、僕がこのですね、写真を提供したですね、本をいただきましたので、これと、あとは、これですね。家庭法ですね。この家庭法について、このイングリッシュジャーナルですね、書いたそうなので、ぜひですね、チェックしてみてください。やっぱり、すごいですね。書籍はですね、名刺代わりであるっていうですね、言葉ですね。成川先生の動画の時に話しましたけど、関先生に話したら、あれを言ったのは福崎先生だって言ってましたね。その場に、成川先生、関先生、福崎先生がどうもいたそうです。なんで、ですね、それって、そうなんですよ、実はですね、お二人、昔からの知り合いですからね、二人は。で、で、まあ、いろいろ話を聞いてきました。まあ、面白かったですね、やっぱり毎回ですね、会うと、すごく力をもらうというか、刺激をもらう。ですけども、そうですね。まずは、まあ皆さんいろいろ知りたいと思いますけど、そうですね。その、英語の講師の話というか、の前に、そうですね。大学なんですけど、同じなんですよ、ゼミがですね。全然大は違いますけど、全く慶応大学文学部、英米文学専攻の同じゼミに所属していたんですね、関先生って。で、他にも、まあ、小倉博先生とかですね。の四隅の先生ですけど、この三人が、まあ、全部世代とまでは言わないですけど、この代は全然違うんですけど、同じですね。まあ、あとは、慶応大学の英米文学っていうと、まあ、他には、誰ですね、スタディサップの肘井先生とかもそうなんですけど、ですね、まあ、面白いことでですね、この三人ですね、小倉先生と関先生と僕が同じゼミだったっていうですね、ことなんですけど、で、どうしてその予備校業界ですね、始めたのかって言ったら、まあ最初で塾のやっぱりバイトをですね、やってそこからハマったって言ってましたね。で、その元々は日本史の先生になりたかったんですよね。面白いですね、これ成川先生と同じなんですね。二人とも日本史の先生になりたかったんですよ。で、そこの日本史の先生になろうと思ってて、その前に数学も教えてたって言ってましたね、塾では、中学生に。で、日本史で入ろうと思ったんだけど、日本史が人がもう埋まってて、で、空いてたのが英語で、それで英語を始めたって言ってましたね、英語を教えるのを始めて、で、その時に、まあ、時々、スポット的には日本史を教えることもあったけど、日本史よりも英語の方が人気が出たっていうことなんですね。そこから、まあ、関先生のこの伝説が始まっていくわけです。で、最終的にというか、今まあそうですね、Twitter なんかでもご本人おっしゃっておられましたけど、まあもう2年以内にこのですね、教える仕事は、退いてですね、執筆の方に専念するっていう話をしていました。ですね。まあ、やっぱちょっと、まあ具体的な時間はまだ決まってないそうですけど、映像授業であれば、まあ一生残るので、そこでですね、まあその授業と、で、他の先生たちはそうですね、その残った関先生の映像と戦っていくことになるんだっていうことをおっしゃってましたけど、そうですよね。そうなりますね。そこで、果たして関先生に勝てる人が出てくるのかというですね、そういうのを自分が、すごく感じましたね。で、執筆の、で、聞いたんですよ。なんでそんな人気がすごくあるのに、生授業じゃなくて映像授業とか、この執筆っていうのにこだわるのかって言った時にですね、すごい名言をですね、残されていましたね。彼が言ったのはですね、予備校は楽勝すぎたと言ってたんですよ。非常に簡単だったって言ってますね。もう簡単にですね、勝てるものだったって言ってますね。それに比べて映像授業の方が圧倒的にですね、大変ですし、さらには、こう、年を取ること、映像の中のですね、自分は年を取ることもないし、ですね、映像は残るからですね、永遠のですね、命を手に入れたのと同じだって言ってましたね。その永遠の命を手に入れた映像と、ですね、他の先生たちは戦っていかなければいけないんだって言ってましたけどね、おーって思いますね。そして、本ですね、本に関しては、やっぱり本って、いっぱい本を出してもですね、やっぱスタンダードなものっていうのがあるわけじゃないですか。ね、トイックだったらこの本とか、大学受験の文法書だったらこの本みたいな、単語帳だったらこの本たちみたいなのがあるじゃないですか。あそこはやっぱり戦いがいがあると。
ですね、大学受験の予備校はこうダダダダダッと買っていくことができたけど、本はそうはいかないと。だからやりがいがあると、戦いがいがあるわけですね。っていうですね、そういった話をしてて、ああなるほどと思って、かっこいいなと思ってですね、すごい楽なですね、土俵で戦うんじゃなくてですね、常に挑戦し続けていくっていうですねのを聞いてですね、わあそうかですね、これだけですね高い地位を手に入れてもまだ戦いに行くんだなと思ってですね、そういうのが聞いててすごくですね、わあ頑張らなきゃ自分もっていうですね、そういうこうモチベーションになりましたね。あ、これから頑張っていこうというふうに思って、頑張ります。まあ、90分ぐらい喋ったんですけど、そうですね、時間があればもっともっとですね、そう聞きたいこといっぱいあったんですけど、そうですね、またですね、機会があったらお会いしてですね、いろいろと聞いていこうかなと思います。はい、こんな感じで、関先生にですねリクエストが多かったのでですね、話を聞いてきました。いやー、とても良かったです。自分自身ですね、やる気をもらって、帰ってこれたので、ですね、とても収穫があった対談になりましたですね。はい、ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.